口コミ12022年投稿損保の時短交渉と介護なら介護の仕事の方が人間としての尊厳を持てる時短交渉は人間辞めたやつがやる仕事だわまともな神経していたらやむわ事故で寝たきりになった被害者をさらに金銭的に渋って精神をやませてボっこぼこにするのはきつい1年で辞めたわ介護の方が払わない保険屋の数十倍は社会に貢献しているお疲れ様です社畜ジャパンです 今日はソンポジャパのの会社の口コミを紹介します口コミ2まずは損保ジャパンの年収関係を見ていきましょう有価証券報告書によると平均年齢44歳平均勤続年数15年平均年間給与は626万円とのことでしたまた就職指標によると総合職の平均年収は807万円とのことでした口コミ32019年投稿損保ジャパンが扶養要員4000人を配置転換で介護業に移動させるそうです 巷のニュース記事やネットの意見ですとリストラだとか左遷だという意見もありますが私は違うと思います。損保ジャパンの社員は有名大学を卒業した優秀な方が多いと聞いています。優秀なので介護でもうまく効率よく仕事をこなして介護用に変革をもたらしてくれると思う。口コミ4 2022年投稿 同級生が運よく損保に入れたけど、案の定介護に飛ばされたんだよね。でも本人は保険より褒められるし、必要とされるのが嬉しくて仕事も楽しいんだと。介護職が肌に合う人は一定数いて、利用者に情が移れば愛おしくてやめられないとのこと。なんとなく介護を下に見て人生を過ごしてきましたが、自分自身が恥ずかしくなった。口コミ52022年投稿、過去に自動車事故対応窓口で働いていました。 ハンレタイムズという過去の判例をもとにしたケース別の過失割合を証として双方と交渉します損害保険会社が恋の不払いというのは断言しますが絶対ありませんどこの保険会社でも揉めるときは揉めますまあ損保ジャパンの対応が一番かと言われると疑問もありますが口コミ62022年投稿うまくいけばめちゃくちゃ稼げるがだましだまし金をむしり取る商売人間性を捨てられなきゃ体制どころか続けることも厳しい 毎月ノルマに追われ、達成が当たり前、客や上司との人間関係も最悪、インセンティブを達成しなきゃ安定がない、下手にストレスだけ溜まって自分の体を壊すより、人の役に立つことを実感できる介護の方が断然いい。口コミ7、2022年投稿、損保業界における水保銀行、IT を進めて人員削減という意見も出やすいですが、中身は合併しまくった結果、社員があふれかえるボロ船 年を取った内勤の人間は居場所がなく、そこで介護というわけです。また IT ですが、損保ジャパンの IT が他社損保と比べて桁違いに遅れていることは有名です。これも見せかけの規模だけを追い求めて合併した結果、IT の統合、最新化が追いついていないためです。口コミ82022年投稿、30代年収450万、転勤の有無によって年収に差が出る、社員はグローバルとエリアで区別され、グローバル社員の年収は高水準。 転勤 OK な人にとっては30代で年収1000万円オーバーを十分に可能。全国に店舗があり、頻度も4、5年に一度なので参考にしてほしい。なお、エリア社員はグローバル社員と仕事は同じなのに、待遇は運命の差。口コミ。9。2023年投稿。損保の22年4月から9月期、最終損益は200億3000万円の赤字。通期予想を下方修正とのこと。日本経済新聞。 安い派遣をパワハラして不当に切り捨てているし、朝礼代も支払っていないのにこのざま。正社員切ってまた派遣増やすんでしょうね。介護リストラをやってもまだ赤字だなんてやった意味あったの世間からの悪評を買っただけだと思う。口コミ102022年投稿。非正規もエリア職も本当にアホほど働かされるよ。 まあ全国規模の新卒は関係ないから人気なのかも。あと部署も当たり外れ大きい。代理店を経営する間接営業とはいえ、最後の卸先の客層をよく考えて部署選びするべき。口コミ112022年投稿、損害サービス部も営業もどっちも嫌なところはある。お互いあっちは嫌だなと思っている。営業はずっと数字、ノルマに追われ続けることになるし、目に見える形でのプレッシャーになるのが怖い。 ただサービス部、特に損害サービスをやっている部署は、とにかくクレームを食らい続け、メンタルをやむ。とはいえ営業の場合は、昔ほど詰められることも少なくなってきたし、全体的には働きやすくなっていると思う。口コミ12、2022年投稿、2009年に損保ジャパンに入社したものです。ちなみに日本講和採用の総合職です。2022年4月に転職するため退職しました。その際、退職金が100万円ほどと言われました。 繰り返しますが、13年も在籍して、たった100万円しかもらえないんです。本当に残念です。口コミ13。東洋経済2022年9月。ビッグモーター不正請求、窮地の損保ジャパン。ビッグモーターは中古車買取販売のほか、自動車保険の代理店事業や自動車修理などの板金事業も手掛けている。しかし、その板金事業で保険金の不正請求問題が発覚。ただ、損保ジャパンはビッグモーターの実施捜をそのまま鵜呑みにし、 被害顧客への対応すら始まっていない段階で取引を再開した。ビッグモーターに出向した5面の社員との間で、水増し請求を緩和すると裏で握っていたのではないかという疑惑がある。口コミ142022年投稿。女性で優しい会社を自負しており、多少の温度差こそあれ、体育会系的な会社ではない。社員の半数以上が女性であることに加え、産休、育休、時短、テレワークの制度も整っている。 時短は子供が小学3年生まで利用可能であり、制度面で見ると間違いなくホワイト企業。ただ、自己受付対応窓口の場合はメンタルがボロボロにされる。ただでさえ人を削って業務が膨れ上がっているのに、お客様からの暴言でさらに心が削られる。口コミ152021年投稿、代理店でセクハラがあって新人研修がなくなった。代理店から新入社員の女の子がセクハラをされて、研修1ヶ月のはずが2週間で強制終了。 しかも加害者は損保ジャパンから代理店への出向者。この会社はセクハラが横行している。ハラスメント対応研修などを行っているが何の意味もない。派遣社員の胸の大きさを話題に出したりと品性ゼロ。口コミ16。2022年投稿。保険代理店勤務だが損保の営業が来てこうやって売ってくれとよく言われる。 でも実際に売ったことがないお前らに何がわかるんだと正直言いたくなる。仕事の区分けとして仕方ないことはわかるけれども、こうやれっていうのがあまりにも理想論すぎる。まあこんなことを言うと代理店の方が偉そうとかいろいろ裏で言われるんだろうけど、損保の営業なんて代理店回っているだけじゃんか。口コミ17ポジティブ 2021年投稿10年間保険営業をやっています代理店さんありがとう社員でも保険が好きだという人はほぼほぼおらず契約が決まってもああそうなんだくらいの感覚もちろん自分が立案した商品販売計画を代理店さんに遂行してもらうことはそれなりに面白い同じ保険を売るにしてもこういう特約をどんどん進めていこうとか総合代理店に対してシェアを上げていただくとか自分の描いた作戦がうまく達成できた時は楽しいです まあ保険なんてどこも同じ商品だし、面白さは自分で見つけるものだと割り切っています。口コミ18ポジティブ2022年投稿20代年収600万、順当にいけば入社10年ほどで年収1本に乗る20代の期間は毎年50万円、多い人では100万円ほど年収が上がっていくイメージ課長代理で1000万、課長になれば1200万円以上もらえるので間違いなく高収入な会社だと思う ただし、上記年収はグローバル社員のみであり、エリア社員の年収ではないので注意。仕事内容は同じですけどね。口コミ19ポジティブ。引用会社ホームページ。陸上風力に関する保険で、風力発電事業者向け、事故再発防止費用保証特約という商品開発のプロジェクトに携わりました。 これは台風などで事故が起きた際に事故の再発を防止するために必要な費用を保証するという画期的な商品お客様のヒアリングを積み重ねニーズを把握し綿密に保険設計を行い半年以上の月日をかけて商品化全国紙にニュースリリースが掲載され環境省のエコプロダクツ大賞を受賞することができました口コミ20これで最後です2022年投稿人間どこで輝くかわからないものですね 自分も介護に飛ばされたものですが、その分野の仕事ができるかどうかって実際にやってみないとわからない。保険の仕事は稼げるのかもしれませんが、意味不明な金融商品を強引に売って自分の会社だけ得をする。それならば自分の仕事がダイレクトに人の社会の役に立つ介護の方がずっと自分の性格には合っていた。保険なんて人を欺く、育ちの悪い人間の仕事だと今回の件で気づくことができました。以上が損保ジャパンの会社の口コミでした。皆さん、どう思われましたか ぜひ感想をコメントで教えてください。はい。本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひぜひこちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では、さようなら。